アイアンチャンネルをご覧の皆様、毎度お気に入りちょっぴり疲れたらゆったりまったり途中でしょ。どうも、アイアンこと三重彩花です。さあ、今日は京都丹波鉄道さんの試乗会に参加させていただきます。それでは早速行きたいと思います。私も危険ですからホームの内側へお下がりください。なんか見えてますよ。すごい。こちらですか。フルコースの食事を出すっていうこういった観光列車っておそらく全国に、まあ、ないんじゃないかっていうふうに思います。はい、先ほどスイーツはい何かこう早く天の橋立てに戻りたいっていう思いで食べてましたそうですよね。天の橋立て自体がやはり日本三景の一つで観光名所でもありますからね。やはり広松だけではなくてこういったその天の橋立自体もね、ご散策いただいて、やはりですね、これ満喫していただく、これが非常に大事なところです。マップも作っていただいて、はい、見ながらワクワクしてました。あれね、嬉しいです。あれね、アテンダントの、ね、手作りなんですよ。うちのアテンダントがですね、一生懸命絵を描いて、それからアテンダントがこの
まさにアテンダント目線でこの周りを散策しまして、その魅力あるスポットをですね、あそこに全部集約したんです。素晴らしいです。1日で回りきれなかったなと思いながら見てます。いやですから2回3回これ来ていただいてすごく嬉しいですよ。はい、心を失ったファンクさんの魅力的な、はい、その通りです、はい、感動と感激、もうお約束します、はい、ありがとうございます、はい、ありがとうございます。